正月太りでお腹周りが気になっていませんか？今回は体側をねじって伸ばすポーズでキュッとくびれたウエストを目指しましょう。それではねじって体側を伸ばすポーズを行っていきましょう。四つん這いから始めていきます。肩の真下に手のひらの付け根、足の付け根の真下に膝が来るようにして、今回は足の指を立てていきましょう。そこから右の足を手と手の間に持っていきます。安定したら両手でももを触って上体を起こしましょう。左の肘は右の膝の上に置いていきます。不安定になるので気をつけていきましょう。余裕があれば右手を天井、そのまま3回ほど呼吸をしても結構です。余裕があれば右手は頭上の方に伸ばしていっても結構です。3回ほど呼吸を繰り返したら、ゆっくりと手を下ろして反対側も行っていきましょう。